私の毎日食べてる野菜だしから取ったポタジュスープ、とっても私は気に入ってるんですけれども、野菜だしを取るのちょっと面倒だと思ったり、毎日そんな野菜くず出ないんでたまりませんと思う人もいるかもしれません。